私、夜中に、めっちゃ高い業者を呼んだことがあって、ね、それ言ってたね、なんかさ、そう、アフリコの時にそう、アフリコの序盤で、あのね、あの家にあの、ま、多分3センチぐらいの大きさのやつが出て、うん、で3センチか、3センチぐらいの大きさのやつが出て、うん、1匹だったから、うんうん、じゃあ退治するかって言って、もう頑張ってコンビニまで行って、うん、あのあれを虫をね殺すやつを買ってきたの、うんうん、で家に帰ってきて、で動きをあの、まあ、G って言おうかとりあえずG が同じ場所にいたから、あ、うん、まだいると思ってファッてかけたら、うわーって走って逃げて、棚の裏みたいなところに、あー、ね、あーもうって思って、見えないかったから真っ暗で、うん、そこにシュッてやったら、うん、あの信じられない量の歯音がして、聞くの初めてじゃないのにしんどいよ、もうしんどい、何度聞いてもしんどいな、もう、あ、これ巣だと思って、あのそっからもう涙が止まらなくて、なんかね、人ってパニックになると泣いちゃうっぽいんだよね。で叫ぶでもなく、ただうわーって泣きながら手震えながら業者を調べて、あ、これは友達とかにどうにかできる災害じゃないと、そうだね、災害じゃないと思って、災害レベルだったね。なんかもう夜中深夜料金かかっちゃうから、うん、すっごく高くなっちゃってて、うんうん、でもやってもらった。いや、来てもらった、それがいいよ。でもね、小さいのだったらやってもらいましょう、うん、あの自分で、あ、まあまあそうね、うん、あのなんて言うんですかね、うん、ゴキブリの巣とかぐらいじゃなかったら、うんうん、慣れた方がいいよね、本人はね。まあ、ね、でも私は早く引っ越した方がいいと思ってるそうだね、その話をした時二人とも、そう、引っ越しなって思ったよ。そうよ、だってね、駆除しきれてるか分かんないじゃん。そうそう、でも偉いよ、ちゃんと一緒に共存できててでそう、あのお墓と多分暮らしてる私、じいたちのお墓